冬組オーディション。いよいよ最後の冬組が決まるわけか。俺らの時は定員ギリだったけど、いつもあんなもんなのか？今回のスカウト枠は？春組からの公演で固定ファンもついたことだし、知名度もアップしてるから大丈夫じゃないか？オーディション告知のチラシもはけたし、大丈夫っすよ。失礼します。失礼するよ。おい、オーディション参加希望者か？あ、うん。てめえが受付にいたら、せっかくの希望者が帰っちまうだろ。てめえに言われたくねえ。二人とも下がってろ。俺が出る。いや、左京にも下がっててほしいっす。それで僕たちはどうすればいいのかな？あれ、あんた確か前に。ああ、覚えててくれたんだね。あの時はあざした。どういたしまして。前にちっと助けてもらって。千秋楽を見たら、この劇団に興味が湧いてね。オーディションを受けてみようかと。まったくないよ。残業が頻繁にあったり、休日勤務があると厳しいかもしれねえな。その点は問題ないよ。今は休職中だから。町の添い寝屋さんをしていました。ああ、それって夜のお仕事的な？お、大人っす。いや、もしかしたら店名なんじゃないか？添い寝屋っていう名前のカフェとか。逆に怪しすぎるだろ。みんなが想像してるような不埒なことは全くしてないよ。一緒に添い寝して、その人の悩みとか不安とかを聞いてあげるだけの健全なお仕事。だから金持ちそうな女と歩いてたのか。ああ、そうそう、あの時は仕事中だったんだ。で、そっちのあんたは経験者なんですか？え、俺？ええ、まあ経験者といえば経験者ですけど、こういう劇団に入っていたことはありません。アマチュアレベルの学生演劇ですし、しばらくブランクがあるから未経験者と同じ扱いで構いません。課題。
元添い寝屋さんか。雪城東だよ。自己紹介っていうのも難しいね。今まで全く演劇経験はないけど、職業柄いろんな人と会うことが多かったから人間観察は得意かもしれない。スマホを使って一人芝居か。もしもし、僕。最近連絡してなかったからさ、どうしてるかと思って。そうだね、大丈夫、ちゃんとやってるよ。わかった。それじゃあまた。こんな感じでいいかな。月岡紬と申します。よろしくお願いします。おい、どうしたんだ。課題難しいんじゃね。黙ってろ。以上です。すごいっす。最初は何をしているのかと思ったけど、待ち合わせしてたのか。全然セリフなしであれだけ表現できんだな。やるな。何が未経験者扱いだ。結果はいつ知らせてもらえるのかな。え？おや、ずいぶんあっさり決まるんだね。入団おめっす。うっす。よろしくっす。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。で、二人集まったわけだが、残り三人はどうすんだ。来ねえな。知名度どうした。5人くらいすぐに集まるかと思ったけど、なかなか難しいな。あんなにいっぱいチラシ配ったのに、おかしいっす。まあこんなもんだろう。
春組の時みたいに集めてきたらどうだ。春組の時？へえ、それいいんじゃね？俺で役に立てるならいいんですが。僕もやったことないけど、それでよければ。よし、行くか。お。一本釣りっす。もちろん。ほら、さっさと行くぞ。流浪の役者。待ちな。てめえ立花組のもんだろ。どの面下げてうちの島歩いてんだこれ。おい、あれ。やべえ、ヤクザの構想かよ。カンパニーっす。チラシどうぞ。なんだ、ストリートアクトか。リアルすぎだろ。人違いじゃないか。しらばっくれてんじゃねえぞ。目割れてんだよ。そういえば、摂津って柄の悪い若頭がいたっけ。今思い出した。てめえも仲間か。僕は。やめろ、その人は関係ない。チッ、邪魔だ、どいてろ。待て、こいつ立花の懐刀の東だ。何？やれやれ。おい、あんた、知らねえふりして通り過ぎようとはちっと卑怯すぎんじゃねえのか。仲間見捨てて逃げようとするなんざ、ケツの穴が小さすぎて詰まるぞ、こら。ほう、ケツの穴が小さすぎて詰まるか。実にいいフレーズだ。今まで私のボキャブラリーにはなかった。荒削りだが野性味があって実にいい。ん？私か。芸術に関することなら何でも興味はある。満開カンパニーか。そういえば演劇は未経験だったな。よし、入団しよう。ああ、私の名前は有栖川誉れ。よろしく頼むよ。え？早いな。学生じゃないっすよね。何してる人？詩人だ。それゲームかなんかのジョブじゃなくて。ゲームのジョブとはなんだ。私は正真正銘の詩人だよ。俺、生まれて初めて職業が詩人って人見たな。自称か。失礼だな。有栖川誉れの名前で本も出版してるから、調べてくれても構わないよ。すんげえ。知って、どんなの書いてるんすか。では入団の記念にいくつか披露しよう。
溢れるパッション、ほとばしるエモーション、ジュネーブのビオトープにシルバーブ。ああ、壮大なるブルーマウンテン、私の心は揺れて揺られて転がり落ちる。マンドリ、おい、どういう意味だ。知るか。お前何でもできんだろうが、解説しろ。無茶言うな。あとまあこんな感じかな。おい、本当にこいつを入れるのか。これからよろしく頼むよ。来いな。毒のオス。あ、タスクさん。七尾、元気そうだな。はいす。無事に満開カンパニーでやっていくことになって。そうか、よかったな。タスクさん、ゴッドザやめたって本当っすか。え、ああ、今新しい劇団を探してるところだ。タスクさんならどんな劇団からも引く手あまたっすよ。そうだといいんだが、有名どころはオーディションすら受けさせてもらえない。え、どうしてっすか。客演なら出してやるが、正式所属はさせられないって。ゴッド座の圧力がかかってるみたいだな。そんな。さすが、やることが汚ねえな。そうだ、それがいいっすよ。正気か。俺はゴッド座にいたんだぞ。そりゃそうだが。まあ、それを言うなら太一も元ゴッド座だしな。やめたってことは、なんか思うところがあったってことだろ。いいんじゃねえの。やめて正解だ。即戦力には違いないし、いいんじゃねえか。そいつも劇団に入ってんのか。お前、もう一回芝居やるのか。また逃げるんじゃないだろうな。俺は、どうなんだ。もう逃げない。逃げたくないって思ってるけど。ああ、グダグダ言ったが、俺には行くところがない。こんな俺でよかったら置いてほしい。よろしく頼む。タスクさん、またよろしくお願いするっす。これで4人か。まだ1人足りないっすね。ま、初日に4人揃えば上々だろう。
過去のない男。腹減ったす。今日の夕飯当番はオミ？あ、チキンの香草焼きとほうれん草のパスタの予定。よし、カレー回避。デザートは？レアチーズケーキ。あざす。食事は団員が作ってるの？いや、俺は好きで手伝ってるだけっす。そうなんだ、楽しみだな。人が倒れてるっす。おい、誰か警察呼べ。団員じゃないの？死体の周りにチョークで枠描かねえと。俺持ってくるっす。待て、落ち着け。生きてるな。気絶かとも思ったが。どうやら寝てるだけだ。何かの病気じゃないか。眠り姫かもしれないよ。男だからどうだろうね。じゃあ眠りようかな。一気に大食いようみたいになったっす。病気なら頭を打ってる可能性もあるんじゃ。いや、外傷らしきものはなさそうだ。目を覚ます気配がねえ。大丈夫か、こいつ。これだけ動かしても目を覚まさないっていうのは少し心配だね。やっぱり救急車を呼んだ方がいいんじゃないですか。あ、目を覚ましたよ。また寝るのかよ。あ、起きた。おい、起きろ。起こせば起きるんですね。喋ったよ。喋ったね。喋るまで随分かかったけどな。わからない。記憶喪失っす。話してる途中で落ちるな。見影ひそか。名前は覚えているのか。記憶喪失じゃないのか。一時的に記憶の断片が抜けてるのかもしれないな。
寝るな。年は覚えてる？わからない。寝るなよ。目を開けたままでも寝るな。覚えてない。マジで記憶喪失？ドラマ見て。また多劇団のスパイじゃないだろうな。さすがに怪しすぎるっす。普通こんな大技使わないっす。お前が言うの？何か身元を証明するものとか持ってないのかな？何もない。財布も？ない。何か事件にでも巻き込まれたのかな？とりあえず警察に届けましょうか。やだ。警察は嫌だ。絶対に行かない。何やら訳ありみたいだな。まあしょうがないよな。出た。カンパニー名物、総監督の見境ない勧誘。見境なさすぎだろ。お前ら人のこと言えた義理か。確かに秋組のメンツは何も言えないな。芝居？わからない。どうせやることもねえんだろうし、気が向いたら稽古に参加すればいい。何もしないでいると考えすぎちゃうから、それもいいと思うよ。わかった。じゃあ適当に何か作ってくるよ。そろそろ夕飯の準備もしないといけないし。ああ、ここに誰かが置いてたマシュマロならありましたけど、食べるすか？あ、はん。よっぽど気に入ったみたいだね。食いながらも寝んのかよ。意外な関係。いよいよ冬組本格始動か。今日が入寮日なんだよね。どんな人が来るのか楽しみだな。恋。え、恋の？恋な、一部が。実にいい天気だ。引っ越し日和だね。司教も湧いてくるというものだ。ラララ、さざめくニュープレイス。爽やかなムーブメント。あ、本当だ。お邪魔します。今日からここが我が家か。賑やかそうだ。
荷物はどこに運べばいい？二人部屋か。じゃあ私が同室になろう。年中寝ている彼なら創作活動の邪魔にもならなさそうだ。さあいざ参りましょうぞ。眠りようよ。実は幼なじみなんです。大学も一緒で同じ演劇サークルに所属してました。タスクがいいなら。チッ。こいつと同室で構わない。おい、204号室の方でいいか？うん。部屋か。いや、いいよ。一人の方が気楽でいいかもね。あのさ。タスク、どこ行くの？俺の勝手だろ。お前の顔見てるとイライラする。お店屋さんごっこ。よろしくお願いします。お願いします。よろしく。かろうじて目は開いてるみたいだね。よし、私が随時つついておこう。エチュードレン？即興劇のことです。わかった。いらっしゃいませ。お荷物をお持ちいたします。本日はどちらからお越しですか？それは遠いところをようこそおいでくださいました。ごゆっくりおくつろぎくださいませ。
はい。いらっしゃいませ。こちらへお座りください。今日はどうなさいますか？そうですね、少し毛先が傷んできてますね。それではシャンプー台までご案内します。以上です。ようこそ我が工房へ。何がご入り用かな？毒か？ふむ、毒にもいろいろ種類があってね。眠るように死ぬ薬、苦しんでのたうち回りながら死ぬ薬、どんな死に方がお好みかな？まあこちらで詳しい話を聞こうじゃないか。じっくりとね。いらっしゃい。17番を1カートンね。4600円、前借り。はあ、こんな感じかな。ついといたからかろうじて起きてるよ。誰を演じるの？わからないとできない。年齢と職業は？外見は？家庭環境は？わかった。いらっしゃいませ。ご注文お決まりでしたらどうぞ。ハンバーガー、ポテトセットですね。かしこまりました。430円になります。70円のお返しです。ありがとうございました。これでいい？お前、何か武道でもやってたのか？足音がしない。
そういえば起きてても寝てても静かだなぁとは思ってたんだよ。もう寝てるね。気のせいか。起きたまえ、ツンツン。うむ。消極的立候補。いや、あんまり体を動かすことがなかったから少し疲れてしまってね。運動不足かな。主役なら経験者の方がいいんじゃないのかね。確かにまとめ役としても演劇の知識は必要だろうしね。誰もやらないなら俺が。あ、でももし他にやりたい人がいるなら辞退します。お前やるのかやらないのかどっちだよ。やります。まあいいんじゃないかな。僕もそれで構わないよ。密かの生活改善。そういえば、そうだな。まあ、本人は困ってないみたいだがね。そうは言っても、いつまでもこのままっていうわけにはいかないですよね。必要最低限のものは揃えないといけないだろうね。いや、ひそかくんの部屋に何もないのが気になってね。寮で暮らしてもう1週間にもなるのに、ずっと布団も使わずに寝てたらしい。え、寮の備品ですか？ないことはないですが、穴が開いてたり変色してたり。
それはさすがにかわいそうだよね。誉れの部屋なんて壁がレンガで立派なのに。ふふん、施工業者を手配したのさ。そんな勝手に。一日で仕上げさせるのは大変だったよ。まあそこまでとは言わないまでも、せめて布団くらいは用意した方がいいんじゃないかな。いらない。新しい布団ですか。財布の紐を握ってるヤクザに内臓の一つでも売ればなんとかなるかもしれません。お金のことなら心配いらないよ。そのくらい僕が出そう。私も援助するよ。部屋が狭くて改装にもさほどお金がかからなかったしね。本当ですか？それなら私の部屋のテレビも新しく。すぐに使うものですし、買うなら早い方がいいですよね。今日持ち帰るなら車で行かないといけないね。一応劇団の車はあるんですけど、6人は乗れませんね。ケイカ、手押し車です。俺のワゴンなら6人乗れる。貸してやるから、お前らだけで行け。監督は却下だ。紬、お前免許持ってたよな。大学3年の合宿以来運転してない。あれが最後かよ。他に運転できるのは？免許は持ってるけど、自分で運転する機会はほとんどないんだよね。私は稼働の免許なら持っているよ。しょうがない。他にいないんだから、そうするしかないだろう。肝心の本人が寝てるけどね。ここから20分くらいか。この道は混むから回り道した方がいいよ。詳しいですね。助手席に乗ることが多いからね。ナビは任せてよ。じゃあお願いします。まずは布団とチェストも必要だよね。そこ、チェストのコーナーです。おお、いいじゃないか。これにしたまえ、ひそかくん。これはどうでしょう。あの狭い量の部屋には大きすぎませんか。僕はこれがいいと思うな。くらいのサイズでどうでしょう。
女じゃあるまいし、こっちの方がいいんじゃないか。みんなそれぞれに好みが出るね。どれがいいんだね、ひそかくん。好きなものを選びたまえ。じゃあこれ。シンプルなモノトーンのチェストか。確かにひそからしい感じがする。それじゃこれにするか。うん、次は机もあった方がいいんじゃない。それならあっちですね。いろいろ見て回るとあっという間に時間が経っちゃうね。でも無事に揃ってよかったですね。私の趣味ではないがね、あんなオセロみたいな部屋では目を白黒させてしまうよ。親父ギャグか。誤解しないでくれたまえ。これは詩人がたしなむ言葉遊びの一種なのだよ。止めて。ん？止めて、お願い。なんだよ。どうかしたの？冬の夜に海とは、なんとも思考をそそられるシチュエーションだね。ここに流れ着いた気がする。浜辺に流れ着いたの？漂流してたってことか。なんとも穏やかじゃないね。わかったよ。君の過去はダイビングインストラクターだ。いや、インストラクターはこの格好で海に入らないだろう。じゃあただの海の男？海の男にただも何もあるのか。そもそも海の男ってなんだよ。あとは密航者とか。わからない。そういうことだね。これから少しずつ思い出せばいい。七不思議再び。チー。ポン。ポン。相変わらずせこいとこ狙いやがって。フットワーク軽いってことで。ポンだよ。王子様は読めないな。王子？ロンロンのこと？そ、なんか雰囲気が王子様っぽいでしょ。なんでもいいが、そこで泣く意味がわからん。秘密兵器があるよ。つも
役満か。悪いね。またアズーがトップ。アリシヒのカンパニーの姿が戻ってきたようで嬉しくて。あ、そうだ、完成したんだった。これこれ。はい、これがロンロン、アズー、フルーチェさんの分。そのあだ名どうにかなんねえのか。フルイチってずっと言ってたらフルーチェになるし。フルイチフルイチフルーチフルーチフルーチェ。そういう問題じゃねえ。これ何かな、名札、団員証。こっちは監督ちゃんとスケッチの分。身分証明とか免許証の代わりなるか。トリマ冬組まで揃ったんだしさ、なんかオソロで持ちたいじゃん。はあ、なんだそれは。でも仲間って感じでいいね。満開カンパニーの七輪って感じするよ。七輪？それだよ。どういたしまして。タックスもどうぞ。タスクだ。それからつむつむひそひそアリリンね。冬組みんなのあだ名、みんなよろ。つむつむひそひそアリリン。スミームは特別に三角。わーい、三角三角。この団員賞のスインスってところ、劇団を設立した年なの？はい、私はまだ入団してなかったんですけど、もう26年前になりますね。ずいぶん歴史があるんだね。不思議な逸話もいっぱいあるんですよ。逸話？劇団七不思議と言いまして。そのうちの一つはスミーだったけどね。いえいえ、まだまだとっておきのがあるんです。無限人形とか開かずの間とか真心ルーペとか。まあまあいいじゃん、気になるし。無限人形って？その昔、仲違いした二人の劇団員がいたそうで、ある日その二人のもとに不思議な人形が届いたらしいんです。その人形は二人が仲直りするまで許してくれず、永遠に無限地獄をさまよう羽目になるとか。仲直りするまで許してくれないって、怖いんだか怖くないんだかよくわからねえな。むしろいいやつだよ。確かにそうですね。やっぱ定番の市松人形じゃね。カカシかもしれないよ。カカシは人形のカテゴリーじゃねえだろ。こけしとか。それだよ。お人形さん、会いたい。
いや、そういう類の人形じゃないと思う。僕も見たことがないのでわかりませんが、仲違いした人は気をつけてくださいね。みんな仲良く。そんなオカルトあるわけないだろう。開かずの間っていうのは？その名の通り、開かずの間です。ある日、一人の団員の姿が忽然と消えてしまいまして、探しに行ったところ、開かずの間に閉じ込められていたとか。どうせそいつのデタラメだろ。いえいえ、閉じ込められたのは一人ではないんですよ。探しに行った団員も一緒に閉じ込められているんです。でも後で確認すると、二人が閉じ込められた部屋はどこにもなかったという。二人が口裏を合わせただけだろう。そう考えるのが妥当だな。真心ルーペは？ああ、これはそんなに怖くないですよ。小道具に紛れ込んでいた不思議なルーペを使うと、相手の本心が聞こえるようになるんです。どっかの猫型ロボットの道具みたいだな。まさか、そんなものあるわけがないだろう。そういう類の話は信じない性分なのだよ。特に真心ルーペなんて、そんな都合のいいもの。